皆さん、こんにちは、レック専任講師の塚越です。QC、えー、検定二級対策講座、えー、今日は第一回目になります。今日は一回目なんで,、えーっとですね、まず本ですけど、こういう QC 検定の二級という講座のオ法ム社の本を使います。はじめにとかですね、全体の目次の部分、まあ、そののところも全部紹介しながら。 いきたいと思いますではまずはじ、えー、めにというところを開いてくださいまあこのはじめに QC、えー、検定の試験内容は、えー、大きく品質管理の実践品質管理の手法に分かれます それぞれ1章の表の12に示す範囲に網羅されていまして合格2級の合格検定を目指すためには試験範囲を十分わきまえながら学ぶ内容を選択しそして集中する必要があると。この本というのは検定に合格するだけではなくて 2級の出題範囲外といっても勉強する必要がないわけではなく要は現場で品質管理をやるにあたっては出てくる問題の複雑多岐なものに対して答えるだけの力をつける一、まあ、つの証がその 9C の検定、まあ、4級3級2級1級とありますけれど、まあ、その上位の方の2級。 このレベルまで達していれば大体いい現場の問題を解けるだろうというぐらいなとこですね。で、えー、顧客要求現場に対する品質問題それは日々、えー、起こってくると。ですで、えー。試験合格を一義とするんですけれどおいろんな特徴をカバーしようと。 いうことで作られてます特徴として出題間範囲をすべてカバーまあ、これは当然ですね、えー、他のトキストなしでこの2級の試験に対応できるようにするあれ見てこれ見てというよりは楽ですそれから3級を経由して次に2級行く方、えー、初,初っ端から2級を目指す方どっちでもできるようにしたと それから、まあ、この手法の方、特にですけれど、えー、理論だけやっても大体わかりません。必ず演習問題がいります。で演習問題に入る前に、ものすごく説明してもいいんですけど、これはあんまり説明しないで、えー、問題をやってみて、そこの解説という形で、えー、そこの解き方を説明していると。 それから、あらゆる業種に対応しようと。えー、普通のものづくりだけじゃなくて、資材購買、人事、経理部門ま、そういうスタッフのところにもできるようにしたよと。とですから、専門用語あんまり使ってないっていう特徴があります。それから応用力を学ぼうということでえーじ。 実際にできるようにいいろろちちょこちょここことと現場のことが書かれておりますそして今日本ではどうかというとものづくりを中心に品質管理手法が紹介されてきましたけど製造現場が海外生産ということでシフトしてどんどんやっぱり外へ向かっています。で日本で作るものは高付加価値製品を作る。 といいう図式になっていて、まあ、これはあまり変わらないだろうとでそのためには分析力問題の発見課題発見それから目標を自分で設定する力計画を設定する力実現する力力力とこう書いてますけどそういうものが必要だということでそのいろんな力が 向上できるようなことを踏まえて、えー、提供しようとでまさにこの給仕検定試験というのはそれをちょうど実現しやすい場になっているだろうということです、えー、GDP では要はサービス産業の方がいわゆる製造業なんかよりも増えてきててこの傾向はどんどん続くということでいろんなジャンル、えー、マーケティング 授業計画、市場、お客様分析こういうものにも使えるようにしているでそういうものが重要なリテラシーであるということで、えー、書いてあります。で,次に範,囲で,すで範囲としては、えー、とまず初めにといってこの1章のところで出その辺今日やります。 そして2章のところで品質管理の実践第1回目でやるのはこの2の2ポツ1品質管理の基本のところをやります。2の2は管理と改善の進め方2のとは品質の概念というところです。そといの4ちょっと複雑になってきて プロセスのプロセス管理と品質保障というところが書かれておりまして、まあ、品質保障の体系であるとか、えー、ステップ別品質保障の考え方いろんな考え方をこう書いてます。工工程程管理工程の異常まさにこの辺のところがあって、えー、品質の安全信頼性 ももととこれは一級だったジャンルが後で入ってきてちょっと違和感のあるようなものそれから二一歩つ質問題解決吸収ストーリー関係そして検査そして標準化というようなところです。で三章の方は品質管理の手法。 いわゆるデータをどう扱っていくかのところがズバリ書かれますまずデータはどう取り扱うのか取り方はどうするのかまとめ方はどうするか、えー、確率分布の品質関係における管理における活用実は問題が14問とか1 6七7問出ますで。出てくる順番は先の方がこの 品質管理の手法が問い1から10ぐらいまでだいたいつかれて全体の細かい問題数でいくと50問ぐらいがこの手法の部分その後のが実践という先ほど説明した部分で45問ぐらいにあたる部分全部で95問前後の問題が出ると。 問題用紙見て最初に出てくるのが確率分布なんかの細かいところボーンと出てきますちょっとインパクトが強い感じもあります。でそれに耐えるにはこの部分を演習問題演習問題でとにかく練習して出てきたら解けるっていう自信を持つとこの2級というのはまずクリアできるだろうと。でこの 三章の部分の手法のところがやっぱり何といっても合格の鍵になります、えー。統計的推論の品質管理における活用検定推定の話そして相関分析回帰分析単、えー、回帰分析この相対する言葉は重回帰分析で重回帰分析は1級で取り扱うと。 そして実験計画法まあ1弦配置2弦配置までと直行表は1級の範囲ということです。そして抜き取り検査いわゆる OC 曲線の話それから普通の7つ道具ではなくて新旧 C7 つ道具の話そして 1>, 1級の範囲から2級のところへ来た「品質信頼性工学の話」の、え、お、ー、話 MTBF とか b 点ライ i f m e a f t a、まあ、これの初歩というところで、えー、ここで、えー、触れております。そして「えー、品質機能展開 QFD、えー」これもここのジャンルに入ってきてます。 そして統計的プロセス管理ということで管理図の話とか肯定能力の話、まあ、この辺のところが全体の領域です。そして、えー、この QC の出題傾向と対策、まあ、こういうところのどんなものが出るかというところで、えー、まず範囲の方ですけれど。 えー、試験範囲というのが、えー、まず主催どこでやってる試験かというと日本企画協会及び日課議連の主催だとで年2回あります8月か9月もう一方は3月頃ということでございますそして概要というので、えー 試験の実施要領とかいうのはこのホームページの方でとか QC2 級検定とかこういうふうにやればすぐ出ます。で試験範囲が、えー、今全てカバーしてるということですがここのとこですね品質管理の実践と統計的な手法を中心とする品質管理の手法ということです。で34級のところの範囲も2級には出てきます。で どうなるかというとこれマークシートで全部出てくるんでいわゆるでで答えるととというところがほとんどです。そして、えー、試験時間が90分で回答が必要なのが90を下回ったことはないようで100も超えたことはないということで95前後ぐらいですねで正解率70%以上が必要。 2つに分けた片方はそれぞれ50点50%以上が必要とでえー、っとまあ50と90で70いくってことはちょっとないでしょうから最低65ぐらいはクリアしておけば平均75とかいうところでパスできる。まあ、狙いはそれぞれぞ ギリギリでも六十五パーとかいうところを狙うのがいいと思います。出荷範囲です、えー。管理の実践の方ですね。実践の方は、えー、品質管理の基本、えー、今日やるところです。それから管理と改善の進め方、えー、方針管理とか PDCA サイクルとか SDCA。SD S, S はスタンダードの「ルーチェック・アクション」の部分それから品質の概念、まあ、品質って何っていうところ品質管理は何そういうところですねそれからプロセス管理と品質保証。ここで言ってるプロセスって何よっていうようなところを次に説明します。えー、品質の保証体系。工程図。えー 工程以上の対応ここの部分というのは、えー、と具体的なものと実践の中では結構具体的なところが書かれている部分です。問題解決課題型 QC、えー、ストーリー問題解決型っていうのはみんなよく知っていてここでは課題型を説明しています。検査肝、えー、能検査も含めてどういう検査をするのかそれから標準化 で意外とこの難しいところですけど、えー、作りはするけど使われない標準化という、まあ、この課題が大きくのしかかりますが、えー、次に品質管理の手法の部分データの取り方確率分布と品質管理における、まあ、ここが意外とインパクトが、えー、強いところですね。急に、えー、勤務仮説 とか言ってこういう仮説をしてどうやるで下方性の話とかえ検定推定でこっちの方が後の相関分析とか実験計画法よりどっちかというと概念的には難しいですねそれから抜き取り検査まあこの o c 曲線の見方ほとんど答え書いてあるんでね o c 曲線の時は見方さえしっかりしてればえもう点数いただきのポイントです。 えー、神級師7つ道具、えー、7つあるうちの4つ神話図法関連図法統計図法マトリックス図法というのが2級の範囲なんですけど残り3つと実は全部知ってて初めてここの区別がつくので、えー、そこまで全部出して紹介してます。信頼性 品質故障の上から再発防止する、えー、と故障ってどういうふうに起きるかっていうことを知った上でその MTBF だとか MTTR とか b 1 0ライフとかそれからフェイリアモードエフェクトアナリシスの FMEA フォールト・トリー・アナリシス FTA、まあ、こういうものを見るそして品質機能展開クオリティ・ファンクション・ダイアロッ というこういうもので意外とこの考え方は全般に共通すする大事なところです統計的なプロセスとして管理図をどうするかっていうような、まあ、こういうジャンルになりますとそして個々の出題傾向と学習を方法についてっていうところがありまして、まあ、ここにもうただし がてておりまして、えー、合格のは1つの目標だけど2級の出題範囲外といって勉強しないっていうのはとんでもないよということで出てくるのは全部広く知っててそのポイントをようやく分かるわけでその周辺までやりましょうと。でそれぞれの実践の、えー、よく出る問題の部分とキーワードっていうのが それぞれの単元ごとに紹介されています。で、その日やる部分のところにだけついて、えー、説明しながら行こうかと思います。今日やるポイントは品質管理の基本のいうポイントです。で、品質マネジメントの8つの原則、これが、えー、結構重要なところですね、ここの部分、えー。で、このキーワードを押さえておこうと。 意思決定への事実に基づくアプローチ供給者への互恵関係継続的改善顧客重視性善説性悪説人々の参画プロセスアプローチマネージメントへのシステムアプローチリーダーシップカタカナばっかりですね。 ISO9001、まあ、品質管理 ISO14001 環境 ISO27001CSR、えー、企業の社会的責任そして PDCSI 来る、えー、TQM トータルクオリティマネージメント要はカタカナと3、えーえー、文字ああの、えー スペルの三文字というようなものがこう出てきていると、そして、えー、今日の本論の部分、記号の部分というのは、えー、と手法の部分の先に紹介をします。はい、じゃあ今日の部分に入ります。えー、今日の部分、品質管理の実践の中の二ポツ一の 品質管理の基本のところになりますすペペーージジででいくと16ページですまず読みながらじっくり言ってちょっと戻りながら最初の基本のところは演習問題よりもお話が多いというところでそこにちょっと注釈をつけながら進めてまいります。まず基本 品質管理の意義と基本的な考え方じゃあ品質管理とは何か品質を管理すするんんでで分かかったようで分かりません、えー、定義というのが ISO9001 に「品質マネジメントシステム」基本と用語というのがあります。でこういう用語っていうのは問題として実はよく出ますのであの 必ずと言っていいほど2回3回4回読んであこのパターンっていうのを覚えておいた方がいいです。「品質とは本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度」とある「品質とは本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度である」と。で その本来備わっている特性というのは何かっていうとそのものを識別するための性質だと分かりますそのものを識別するための性質というのがまあ特性だとでそういうものが1個じゃないんですねたくさん集まって1つの製品というのが出てきたりするのでその要求事項を 満たしてるか満たしてないかではなくて満たしている程度だから品質っていいとか悪いとか何とかっていういわゆるデジタルというかアナログの値なんですね。でその値なんでその程度とこうなります。つまり良い品質は良くない品質だと表現するとじゃあ良い品質とはどういうものか。 えー、顧客買い手のニーズを満足させる品質っていうのは例えば旅行のパッケージツアーというのも満足したか満足しないかあれも品質お客さんの要求している行きたいところに行って十分見られて。 まあ天気によって本当の満足度随分変わります。それから交通事情なんかによっても変わります。でもその辺をアレンジしながら全部やる宿食事全体のコース設定、まあそういうものいろいろあります。入場観光と市内観光、まあそういうのの組み合わせで例えば果物を買うときに。 価格に加えてその価格果物の大きさ新鮮さ色艶というのものを見て何を想定しているかというのは味を想定しているで食べてみて初めて満足なんですね果物なんかで味見っていうのをそのためにちょこちょこっとして、えー、いろいろお土産屋さんなんかはよくやっております。要するに良いい品品質の製品を買うということとこ まあこれは自分のコミュニティに合うものを選択する。で大事なポイント、えー、品質の良し悪しというのは買い手が決定するんだということですね。自分たちが自己満足に良い,い品質作ったと思っても本当に満足してなきゃばだめと。特にサービス的なものは難しいところです。えー、まあ、ところが品質だけでいいということではなくて、 いわゆるコストというのはどうかそれからデリバリー、まあ、そういうものがどうかというののバランスになります、えー、次に管理とは何か。えー、今度こういうのでよく出てくるのが工事園によればとこうきます。管理とは管轄し処理すること取り仕切ること、まあ、なるほどそうかなと取り仕切る。 あいつ俺たちを管理してる取り仕切られてるとでもうまく取り仕切られてると意外と快適です誰か取り仕切る人がいないとうまく組織は動きません、えー、組織にとっては顧客ニーズを満たした製品を製造し買ってもらい利益を上げ組織を経営していくということだとそこには資金 人事製造設備、えー、供給者安全いろんなジャンルのものが入ってますね。えー、ここの人事とかなんとかっていうのは組織で。そこに金お金と安全。それからサポートしてくれる。供給者まあ、こういうものを全部組み合わせて組織に成り立っていくと。えー。 ステークホルダーとも利害関係者ともよく言いますけどまあ、そういうものをしっかり維持していかなければいけないと。品質管理とはズバリ品質・クオリティを管理・コントロールすることであると。ISO の用語によれば、えー、製品の品質を一定のものに安定させ かつ向上させるためのさまざまな管理製造現場での品質検査のほか非生産部門での業務遂行の質を高める総合的品質管理を含むというのが品質管理。用語の説明をしている時に品質という言葉だとか管理だとかっていうのがボロボロ出てくるっていうのは普通は え言葉の説明にはないんですけどまあ使った上でもなおかつ、えー、そこの品質管理っていうのはどこまで入るのよと。で何っていうのは品質管理するというのは一定のものに安定させてそれ自身が満足できてさらに継続的改善がされてで誰がするかというと。 えー、作る側であったり検査の部分であったりそれから他の業務遂行するところを複合して全部でやる活動であるというような言い方をしているとじゃあ実ではどうかと、えー「品質要求事項を満たしていることに焦点を合わせた品質マネージメントの一部」と「品質」ということを扱ってますね要求事項を満たしていることに焦点を合わせた 品質マネージメントの一部で品質管理とは言わないでここで品質マネージメント。マネージメントのと品質管理というのがちょっと、えー、あっちはコントロールと言ってますこっちはマネージメントもうちょっと上から見てる部分の目線のものですね。で買い手の要求に合った品質品物またはサービスというものを経済 的に作り出す手段の体系を言うといろんな定義の仕方がこういうものにはあるんだとどれをとっても違ってるということはないですけどね自分にピンとくるものでこういうものかという定義をするのがいいかもしれませんまとめれば品質保証体制を構築 そして維持していくということでいかに顧客や市場の要求する品質を把握何が欲しがっている何をお客さんは欲しがっているかを把握でそれに応える製品を経済的に作り出す要はコストを満足できるように安く作らなきゃいけないということ。そして デリバリーを含めて顧客や市場の満足を得るために組織が全社一丸となって品質の改善を維持の維持を効率的に行う必要があるんだよと、まあ、こういう言い方です。でこの中にいろんなことはもう書かれてるんですけどこれをまた噛み砕いてそこの8つの視点とかいうところにまあつながっていきます。まず全員参加。 まずトップが関与しないとまずダメです。全員参加しないとうまくいきません。まあこの二つですね。一部の人たちだけが一生懸命やっていてもうまくいかない。えー、と品質管理で品質に関係ない部署っていうのは大体ないんですけどね。技術、製造、購買、営業、人事、経理、総務。 で総務なんかが品質にどう関与しているか経理がどう関与しているかなかなか言うのは、えー、難しいところもありますけど、えー、特に内部監査なんかやって何の役割を果たそうとしてますかっていうと意外ときれいに答えてはこないものですね。でだからこれのところはこっち技術製造購買営業なんかを割り合える。 ズバリ絡んでくるんですけどいわゆるスタッフ部門の関わりというのがうまくサポートしてない、えー、人の採用と人の教育のところで行う部分の人事というのは相当に意味あります人事評価仕組みをどう作るかっていうところにも大きく実は絡みますで、その絡みがよく分かれば、えー、うまくいくんですけどその全社一丸となってというときに うまい役割分担りえす、ー、全員参加で同じ目的目標に向かって与えられた業務を確実にで自分たちの業務範囲のところを確実に実行していく必要があると組織の中には自分は品質管理なんて関係ないという人がいたら駄目よとでどうだめかっていうのを解いて聞かせて分からせてというところがいります。 えー、経営者のトップダウンと従業員からのボトムアップ、まあ、これだうまい合流点上行ったり下行ったり、えー、合わさるところは実は、えー、揺れ動きますけど、まあ、こういうことで初めて成り立ちます。組織というのは平穏無事なな日は少ない、えー、必ず何かの問題特に品質問題というのは常に、えー、起きてます。 この頃世間を品質問題が本当ににぎわしておりますけれど次次から次へと出てままいります優先順位で的確に対応してで次に再発しないようにする再発してもその影響をちっちゃくできるような工夫をするそうすると総合力がどんどんついていい会社になります。でその協力会社 そういうものも含めて全部組織のパワーにしていくんだということです次に品質マネジメントシステム品質マネジメントシステムとは品質管理及び品質保障をしていく上での組織として方針と目標を定める品質を達成するための仕組みというのがマネジメントシステム PDCA サイクルプランドゥチェックアクションこのサイクルまあこれはもうみんな言われ慣れております計画し実施し状況を監視し改善をしてその改善をして見直しをして次の計画へつなげるとプランドゥシーだけを言う場合もあります。プラン・ドゥ・もう次は 次のプラン入ってるんでこのアクションというのでいってアクションとここに何か連携がないっていうことをすごく言ってる人もいます私もその派ですね。でこの回すことによって PDCA で維持していくことが品質マネジメントシステム基本だと。で次からのところがよく出るポイントです。品質マネジメントの原則 品質マネジメントのシステムの基礎となっている品質マネジメントの原則が8つありますと8つの原則これは品質管理の国際規格である ISO9001 の中にちりばめられているとそれを列挙するとこうなるよと顧客重視リーダーシップ人々の参画 そしてプロセスアプローチ、えー、マネージメントへのシステムアプローチ継続的改善、えー、意思決定への事実に基づくアプローチ読み方意思決定への事実に基づくアプローチという,かこう読み方ですね。えー、供給者との互読関係説明は結構簡単に書いてあります。 でここが穴埋めででよく出たりしします。す。意外と難しいです顧客重視、えー、組織はその顧客に依存しておりそのために現在や将来の顧客ニーズを理解し顧客要求事項を満たし顧客の期待を超えるように努力すべきである。 これは顧客重視で抜かれててもよくわかるとこですね。リーダーシップ。例えばリーダーって抜いて理解できるかっていう感じですけれど、組織の目的と方向を一致させる。人々が組織の目標を達成することに十分に参画できる内部環境を作り出し維持すべきである。 誰もがやるべきだなぁなんて感じるんですけど特に直接そこでやるのはリリーーーーダダシップとととしてリーダーがということです実はトップがリーダーシップを取る時もあるもちろん。でもその組織の中のいろいろなリーダーというのがこういうふうに目的を一致させる方向を出す。で全員が参画できやすいようにする。 それがリーダーダの役割人々の三角べ、えー、ての階層の人々のは組織にとって根本的要素だとその全面的な三角によって、えー、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となるさーっと読んでって当たり前に見えますけど これがこの8つのポイントの「どれ?」って言われると意外とピンときにくい。抜かれてみると、まあ、高校生なんかがよく赤い文字で消してやってみますけど、まあ、そういうやり方をしてちょびちょび抜いてみるとここの言葉がよく理解できる。組織の便益のためにその能力を活用すること「誰の能力」。 みんななのっていうようよ感じですねプロセスアプローチ活動とそれに関連する資源が一つのプロセスとして運営管理される時望まれる結果がより効,果や効率よく達成される。でここのプロセスなんていうのを抜いてみると。 活動とそれに関連する資源が一つの何とかとして運営される時何だろうシステムなのかな何だろうっていう感じもしてえこういうの抜いてみるとこのプロセスっていうのがあ,あそういうのをプロセスっていうのかなっていうのが分かってきます。ピンときます マネージメントへのシステムアプローチ、システム的な、えー、アプローチというのはここへ達する時の達する手段みたいな手順とかいうところですね。えー、相互の関連するプロセスを一つのシステムとして明確にして理解してそして運営管理することが 組織の目標を効効果的にに率よく達成することに寄与するる。こと寄与だから組織の目的を目標を達成しようという時にはどうするかというとそれぞれの関連する要素プロセスをそれを組み上げて、えー、どうなっているかを明確にしてみんながそれぞれどうなっているかを理解して運営管理すると、まあ、そういうのが マネージメントへのシステムアプローチとこう言ってると、えー、継続的改善これは ISO の一番一つのキーワードで、えー、組織の総合パフォーマンス、まあ、結果が出るものを、えー、成果、えー、それを、えー、継続的改善を組織の永遠の目標とすることが必要だともう達成しちゃったからいいや。 ということではなく、毎年毎年ちょっとずつちょっとずつ改善をしていく。このマネジメントシステムのすごくいいところはこれなんですね。どんどん継続的改善。えー、と製品なんかの場合には継続的改善言いやすいです。省エネなんかで継続的改善ってもうやったらもうないだろうって思うことは多々ありますけれど、それでもまだ改善していく。 技術進歩するんでねその進歩を取り入れる、えー、徹底できてるところじゃないです人々がやりようにいろいろ工夫とかその手段をうまく入れ込むとまだできる継続的改善。意思決定の事実に基づくアプローチ。いろいろ意思決定をするには何,何がベースになるかっていうと事実を基づいていかないと 納得性がないみんなが納得しないことは、えー、継続的に続かない。で納得するようにみんななるほどこうだと何すればいいかって悩んでる時にデータをとにかく集めてきて整理して不足データは追加で取ってでやってみると結論はなるほどこうすべきだっていうふうに出てくる。でその 決定するるとやることも実は決まってくるんですねここの事実関係をしっかりやっとくと、えー、その先の進み具合が非常によくなります。供給者とのお互経関係、えー、一つの組織だけでうまくいくわけではなくていろんな供給者とお組織とで、えー、成り立つんで。 で供給する側自分たちも実は供給する側になるわけで,でその供給する側とそれを受け入れる側、えー、独立しているよと両者がそれぞれお互いに恵みを受ける要は利益を受けるような関係でないとダメいいものますで入れることによって利益が出てそこに成り立ちます。でその 入れた組織の製品がたくさん売れるとこちらもよくなりますですからいいものを安くというところを両方が工夫してそうやっていくと両方がうまく成り立ちます、えー、iPhone がものすごく売れたでこれに納入しているところはすごく、えー、協力もしたし、えー、利益も得たまあそういうもんです最近ちょっと陰りが出た あの陰ったことによって急激に業績が悪くなっているとかいうところもあったりするですからいわゆる互恵関係ですねそういうもの、えー、次 ISO9001 における品質マネジメントとその活動歴史的に見る要は歴史的に見ることは結構大事です初版が1987年、えー、その後の1994年2000年 そして2008年約7年周期ぐらいで更新がされますこの ISO というのは5年では実は改定しきれないんですねいろいろな準備して見えてレビューしてコミットメントを受けてとかいうとだいたいこのぐらいかかります ISO の発祥の地ヨーロッパでそれ以前からこういうマネジメントシステムがあったと えー、改定の立場で要求事項となっているとで初めは文書か何かってものすごい要求が出されて ISO ってまあ文書化うるさいものだと最初これやりだした時はもう文書文書文書でしたね、えー、記録記録記録なんか異常じゃないのかなって思っていてまあ3度目の改定で随分簡素化されたと。 特に環境なんかはその煽りで初めはもう記録記録記録ばっかりでしたけどでそれがなくなってすごくやりやすくなったんですけどその時に作ったマニュアルなんかが名残っちゃってですね名残があってまだ文章化ばっかりをやるでこれがすごい弊害になってます。文書化しして審査を受かれればそれでで本当の実りができない ISO9000 を取ってるのに品質がちっとも良くないこれは本末の転倒なんですね良くするための活動としてマネジメントシステムがある、えー、ということです2008の内容では次のようになっているという図が出てきます、えー、細分する項目では130あってそれが要求事項がある というようなところで適用除外なんかもあります顧客、えー、顧客の要求事項経営者の責任とにかく経営者がっていうのがマネジメントシステムとしては非常に大事ですトップがその気でないものを部下である組織が本気になるはずがない でその大元はお客さんの要望に応えようというみんなはこれに向かってます。でこの入れてもらう側というところで、えー、供給者側っていうのもあります、えー、経営者の責任運用管理製品実現測定分析改善、まあ、こういうループが回ってるいろんな ループの作りり方はありますどれを書いてもおかしいわけではありませんけど出てったものが最終的にまたアウトプットになる、えー、これが要求事項もミニマムになりましたと、えー、特に是正処置っていうところは非常に重要なところなんですね、えー。ある審査の人が「プランプランプラン」 計画計画計画っていうことを実にしつこく言った、えー、外部審査の人がいました審査してるのも6割ぐらいが計画のことにこだわっていました変だなと思いましたですけどやっぱりやるには計画が大事なんだよねと言って言ってまして そこだけはその言ったセリフ非常に納得できるところがありましたね。で私もこのマネジメントシステムをやりだしてから仕事がすごくうまく進むようになりました。よく計画を立ててレビューをして見直していろんなことをやる。でうまくいくかどうかはその計画のえー ううままく立ててたかどうかどどでほとんど実は決まっておりました。でここの範囲、えー、適用範囲一般適用引用規格用語定義でマネジメントテストシステムの一般要求事項で、まあ、文書化、えー、経営者の責任ここに経営者の責任というのが出て顧客重視方針を立てなさいで大きい計画を立てて で権限責任と権限をうまくしてコミュニケーションをしなさいでマネージメントのレビューをしましょうでこういうことをやることで従う実にうまくいきますと資源の運用管理、えー、人もの金を用意するのが経営者の責任ですと責任取らないんですよね。 をちょこっと与えるけど金を出さないとかでですすね、えー、人の金のの、えー、やるのが責任ですよとこれを直してもらうのに外部審査というところに行ってもらうという仕掛けを作って経営者にこうやんないとダメですよもっとうまい経営,経営してるとかこうですよ、えー、こんだけ儲かりましたよっていうようなことを言ってもらってこれを進む。えー、外部審査はどうするか 外部審査は合格するために何かあるんじゃなくて、経営者をうまくその気にさせるために外部審査を使う。これは事務局の本当のノウハウだろうと思います。えー、製品の実現製品の実現の計画プロセス設計開発購買製造品質、サービス監視機器及び測定機器の管理。 で意外とここの機器に ISO 九千では、えー、こだわります、えー。測定分析の改善でここに出てきているところで測定分析のところが非常に、えー、こう出てくるのが九千の特徴のとこです。そして、えー、欧米と日本の品質管理の違いというのがございます。どう違うか。 これも歴史からいくと1950年ごろ今から60数年前メイドインジャパン日本は安いけど悪いちょっと前の中国製というのが日本製だったということですね。その後勤勉な先輩たちが開発途上国だったものから脱出を目指して目標を立て 泊まり込みをし、休日返上というようなことをやって、日夜努力して、今日の基礎を築いたと。先駆者、なかなか立派でございます。で、その中に、結構言われた日本的管理の中に。昔は三エス、整理整頓清掃。そこに清潔が変わって四エス。その後にしつけが加わって五エス。 整理、整頓、清潔、しつけ、5S って何よく言われて、意外と忘れんのが清潔だったりするんですね。で、整理と清損は何が違うか。整理するのは物をいらないものは捨てる側。で、うまく並べる方を整頓。 でそれにはいらないものを除く一つの作業が清掃機械工場で油まみれになっている機械工場でいい製品ができるはずがないって言って清掃にものすごく力を入れたすごく気持ちよく仕事ができてこれがでその気持ちよくが身だしなみとかそういうものに行くと清潔というところにつながる。 でこういうのを守らせるためには、そこをここをコントロールするにはそれがしつけだということを言って、この 5S になってったという感じですね、えー。組織に経営風土があるように、この風会社の風土はこれ向かないなとかいうのはよくある話です。感じます。私は省エネなんかで。 診断をよくしてるんですけど、まあ、中小企業行って最初に感じるのはここの経営風土は何かなとこの経営風土変えないとダメだなって思うとこもあったりそれからまあここをどう強化すればいいかなと。で単純な診断してるんじゃなくて風土、えー、のいいとこを褒めそこの伸ばすところを こう伸ばしていこうっていうようなことをちょっとお邪魔虫的に、ね、診断報告書に書いたりしますで、それは邪魔だって感じる人も中にはあるかもしれませんけど大半はなるほどなとうちの風土を理解してコメント書いてるなって思ってもらえてると思います日本はだいたい性善説 欧米は制約説というふうに言われて9,000の方はこの制約説でチェックチェックチェック文書化教育したと教育したエビデンスは何だと教育記録がないと教育したとは言わないなんていうのをよくやって内部監査でそればっかり書いてる。おかしいいよなこの監査というとう記録書いとく それを後で付けたにある。そうではなくてこれが自然な流れとしてできるようになっていると自分たちでやったこと自身の記録ですで。やったやらないよりも何を感じたかっていうどっちかっていうと本当は記録が教育なんかでは重要です。でどんどん信用して信用するって言うと何が成果物になってきたかをパフォーマンス改善するためには求めていく必要がある。 ある、まあ、そういう部分です。で、今はグローバルです。で、グローバルっていうのは。良い,いも悪いも、とにかく世界がちっちゃくなりました。悪い情報はすぐ流れます。良い,い情報も流れます。ですから、良い,いものを作れば、実はうまくいく。だから、良い,い製品を作っても、すぐ学もされます。で、それを超える良い,い製品を作り続けないと、うまくいかない。 でここのニーズを本当のニーズをつかんでやっていく必要があるまあ、こういうことになります第三者認証制度 ISO の9000、まあ、これの中では仕組みを構築し良い製品を製造し販売しでも第三者から見ると本当にやってるのかなっていうことがわからないんで別の第三者がお墨付きを与える そここが第三者認証とというところです日本では JAB、えー、日本適合性認証協会というのがあってそこがその審査団体を認定するということでその外部審査の,その審査は定期的にその報告審査をまた受けているという流れですけどで有効にこれが機能する。 で今すごくうまくいっているように思われますけれど、えー、ここの認証が始まってから実は今徹底的な形外化が起きてきているとま,あ、まんねり化で一番大きいのは品質のこの認証をとっても製品が取っているところの品質がいいってうになればこの認証制度がうまくいくんです。ところががそれが 噂出てないといなととうころに最大の欠点があります、えーまあ第三者認証として認定機関海外も認定機関があり登録機関があり審査登録機関があって企業があってこうやる日本にも同じものが存在する相互に認証するっていう組織がありますと、えー、ずーっと説明してきてそれで簡単に、えー、ここに、えー、演習問題があります。 ISO9000 の品質マネジメントの原則について以下の説明文の四角の中に最も適切な語句を下記の選択肢より選んで関東欄に記入しなさいで5の中で埋めるキーワードは何かというと、えー 目標プロセス顧客重視目的リーダー全面的な参画メンバー互恵関係、えー、さっき出てきた8つのなんとかというところの部分が出てきております組織及びその供給者は独立しているちょっと覚えています両者のなんとかは、えー、両者の 価値創造能力を高める供給者とこれは独立していると両方が両方は満足しなきゃいけないというとこれは何かというと互恵関係は両者の価値創造を高めるというふうにこうなります1番が、えー、ここの中の、えー、互恵関係区 というののがここの答えになっているととここういうことです、えー、相互に関連するプロセスを一つのプロセスとして明確にし理解し運営管理することがここに「プロセス」ってこう出てますね組織の何とかを効率的にで効率よく達成することに寄与する。 一回読んでポーンと出れば皆さんすす。ごい理解力です、えー、相互に関連するプロセスを一つのシステムとして明確にするそして理解し運営管理するとどうなるかで組織の何が達成できるのかということは目標を達成するということになりますね。 えー、そしてすべての階層の人々は、えー、組織にとって根本要素だとその何とかによって組織の便益のためにその能力を活用することが可能になると「すべての階層の人々は」ってこういうことはこのキーワードは「全員参加」とか「人々の参加」とか。 こういうキーワードとここのつながっているんで根本要素だとその「全員参加」「全員参画」とか、まあ、そういうキーワードで組織の便益のためにその能力を発揮能力を活用することが可能となるということですね。そして次、えー 活動及び関連する資源が一つの何とかとして運営管理する時望ましい結果がより効率よく達成させる、えー、これが難しいでしょうねこんだけ出てくると。活動及び関連する資源が一つのととかとして 運営管理されるとき、望ましい結果がより効率よく達成される。何入れても良さそうに見えます。ちょっと後にしときましょうかね。で、先の方を行きます。何、えー、とかは組織の目的及び方向を一致させる。何とかは人々が組織の目標を達成することに十分に参画できる、えー、内部環境を作り出し、 維持すべきであるとと説明の中にちょっっ強調をして言ってましたえた、ー、ここの部分はリーダーはこういうことを一致させリーダーは参画できる内部環境を作り出すんだとこういうことを言いました。じゃあここの4番は何だろうというのをこっちから見る。えー、目標プロセス、えー、顧客重視。 そして目的、リーダー、ー、ダメンバー互形関係、まあ、こういういのがありました。でここの中でもう一回こうやると一つの何とかとして運営させるということは、えー、入りそうなのはシステムとかプロセスとか、まあ、こういうキーワードになりますで、ね、ここではプロセスということになりますね。 プロ,セスプロセスの連鎖によって運営管理をするということを説明していますとでこれが8つの原則のところ組織と供給者の互敬運営管理として目標管理そしてマネジメントシステムにおいては全員参加プロセスとしての連鎖による運営管理リーダーシップ まこういう8つがありますと。での年のところが、えー、全部出てきているということです。ざーっとおさらいをします。えー、ここの章で、えー、こっちに臨むより、ここでおさらいしましょうかね。キーワードのところで。皆さんがこのキーワードのところをどういうところ、えー、キーワードを覚えようと。 8つの原則というのがよく出ますというところで問題にも出てきたとでここの8つでその中のキーワードとして意思決定への事実に基づくアプローチ供給者との時給改善継続的改善、えー、顧客重視これは入ってないで人々の参画まあ全員参画、えー、プロセス アプローチそれからマネージメントシステムアプローチリーダーシップ、まあ、こういう8つというところが出てくるというところをこの第1最初の章としてはポイントになります。ポイントはこの部分顧客重視リーダーダ 人々の参画プロセスのアプローチシステムマネージメントのへのシステムアプローチ継続的改善意思決定への基づく事実に基づけそして供給者との互恵関係、まあ、こういうところがポイントになります。まあ、今日最初に全体的などんな問題がどう出される というところから範囲のところをずっとしゃべって一番最初の ISO9001 として8つのポイントというところを特に重点的に説明をいたしました。これで QC 検定2級対策講座の第1回目を終了します。